ロバート・ W ・チェンバースロバート・ W ・チェンバースはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン生まれのホラー小説家、大衆小説家、マサチューセッツ州ロードアイランドの創設者であるロジャー・ウィリアムズの直系の子孫。画家、イラストレーターとしてライフ誌や防具誌のイラストを描いていたが作家に転身し、1864年にインザク・ウォーターで小説家としてデビュー。ホラーのほか。 ファンタジーや歴史小説、女性向けの恋愛小説など大衆小説を多数執筆。存命中に、アメリカ、アメリカ、1924、監督、D.W. グリフィスなど14本の作品が映画化、された。有名な著作に、クトゥルフ神話の一編にも数えられる短編、木の印がある。短編集のタイトルにもなった。 王への王は、読んだものに狂気と死をもたらすという架空の戯曲で、ハワード・フィリップス・ラブクラフトが魔導書ネクロノミコンを創造する際の着想のもとになったとされる。ありがとうございます。